サッカーフランス代表、サッカーフランス代表、エキップで、フランスでフットボールは、フランスサッカー連盟によって編成される、フランスのサッカーのナショナルチーム。愛称は、レブルー、レブルー、青の複数形、ルコック、ルコック、オンドリノイ。FIFA フフワールドカップ優勝経験のある8チームのうちの1つであり、UEFA 欧州選手権では、ドイツ、 スペインの3回に次いで2回の優勝を経験している。また、フィファランキングで首位に立った経験を持つ8チームのうちの1つでも、ある。イタリアに対して、ライバル意識が強く、国際大会で数々の名勝負を繰り広げている。詳細はサッカーにおけるイタリアとフランスの、ライバル対決を参照。初めての国際試合は、1904年5月1日に、 ベルギーノブリュッセルで開催されたベルギーとの試合で3から3の引き分けであった。ベルギーとは1917年の第一次世界大戦の終戦以降、その同盟を記念して長らく定期戦が実施されていた関係の深い間柄である。FIFA ワールドカップへは、生みの親とも言える功労者、ジュールリメが当時 FIFA 会長だったこともあって、ヨーロッパのナショナルチームとしては珍しく、 1> 第1回大会から出場している。記念すべきワールドカップ初ゴールを決めたのも、ルシアン・ローランであった。最初に世界に名をとどかせたのは1958年スウェーデン大会である。アルベル・バトを率いるチームには、ナポレオンの異名を取ったレイモン・コッパがおり、彼のパスを受けた FW ・ジュスト・フォンテーヌはゴールを量産し、 大会中2度のハットトリックを含む13得点という記録を残して大会得点王に輝いた。このフォンテーヌの記録は後に西ドイツのゲルトミュラー、ブラジルのロナウド、ドイツのミロスラフ・クローゼによって破られるが、彼らの記録は2から3大会分を通算しての得点数であるため、1大会で達成した記録としては現在でも誰にも破られていない。準決勝で ブラジルに敗れたものの、西ドイツを破って3位に入る検討を見せた。レイモンコパに続いて、将軍、ナポレオンと呼ばれたミシェル・プラティニを中心にして、1978から1986年まで、ワールドカップに3回連続して出場した時期が、第2の黄金期である。アランジレス、ジャンティガナ、ベルナールジャンジに、ルイス・フェルナンデスらと組んだ中盤が、 シャンパンの泡が引けるように軽やかにパスをつなげる姿はシャンパンフットボールと呼ばれて称賛された。1984年時刻開催の欧州選手権にて初めての国際タイトルを獲得した。この大会ではプラティニが得点王になるほどの大活躍を見せ選手としての前世紀であった1998年大会でのユニフォームはの年のデザインを踏襲したものである。 しかしワールドカップでは1982年スペイン大会、1986年メキシコ大会と共に、準決勝で西ドイツに敗れた。1982年の西ドイツ戦は1の1のまま延長へ突入し、前半マリウス・トレゾール、アラン・ジレスのゴールによる2点のリードで、勝負あったかに見えたが、延長前半終了間際にカールイコール、ハインツルウンメニゲの延長後半に、 クラウス・フィッシャーのゴールで3から3の同点に追いつかれ、ワールドカップ史上初となる PK 戦の末に敗れた。さらに、延長後半にパトリック・バチストンがハラルト・シューマッハートの激突事故で重傷を負ったことも、悲劇性を高めた。しかし、この1982年の準決勝、西ドイツ戦は1986年の準々決勝、ブラジ戦と並んで、 ワールドカップ史上に残る試合として評価され、具体例に挙げられることも多い。プラキニラが退いた後は、低迷期に入り、ワールドカップ出場も2回連続で逃した。1990年イタリア大会のヨーロッパ地区予選では、ホームゲームに3勝1分と、無敗ながらもアウェーで、ドラガンスイコビッチらを擁するユーゴスラビアと、スコットランドに敗れた上に、格下のノルウェー。 キプロスと引き分けてしまうなど2敗2分に終わり一生もできなかったのが響いて敗退。特に8試合でキプロスにとっての唯一の勝ち点を献上しており、結果的にはそこで勝利していれば出場権を獲得していた。エウロ1992では、エリック・カントナ、ジャンピエール・パパン、ディディシャン、ローラン・ブランラを擁して優勝候補との呼び声も高かったが、 この大会で優勝することになるデンマークに敗れ、グループリーグ敗退。1994年アメリカ大会のヨーロッパ地区予選でも、全評判は高かったが、勝てば突破確定となるホームのイスラエル戦で、敗北、続く引き分け以上で突破確定となる最終戦、パルクでプランスでのブルガリア戦に終了間際の得点で敗れ、土壇場で出場権を逃した。この試合は日本では、 パリの悲劇と呼ばれている。1998年のワールドカップに出場したチームからは見た目でわかる変化を遂げている。それまでのフランス代表は白人主体のチーム構成であったが、アフリカやカリブ海などのフランスの国外、もしくは旧植民地からの移民、もしくはその子孫の選手が増えたのである。地元開催の前回大会となる1994年、 アメリカ大会の出場を逃すと、フランスは辞任したジェラールーリエのアシスタントだったエメ・ジャケを代表監督の座に据えた。ジャケはそれまでの伝統的な白人主体のチーム構成にアフリカやカリブからの移民、その子孫を入れ始めた。その象徴が、ジャケ率いるフランス代表の中心選手となったアルジェリア系ベルベ人の子、ジネディーヌ・ジダンである。 フランス代表にはそれ以前に移民やその子孫が存在していなかったわけではなかった。レーモン・コッパはポーランド系移民で、プラティニもイタリア系の移民であった。マリウストレゾールやバシール・ボリなど黒人選手もいた。しかしこの目に見えるフランス代表の変質は、フランスの国粋主義者によってはどうされることになった。この代表格である極右政党国民戦線のリーダージャンイコール、マリー・ルペンは、 ラ・マルセイエーズを歌えない者にフランス代表が務まるかと発言して物議を醸した。またジャケの元には彼らを代表から外すようにとの脅迫が舞い込んだ。ジャケは FW の得点力不足や選手選考など様々な批判を浴びながら自国開催の 1998FIFA ワールドカップに臨んだ。しかし、ジダンを中心とした豪華な中盤と 安定した守備を武器に順当に勝ち進んだ。グループリーグを3連勝で突破し、決勝トーナメント1回戦では、パラグアイの固い守備に苦しみながらもローラン・ブランのゴールデンゴールで勝利。準々決勝で最大の敵イタリアとの死闘を PK 戦の末に制すると、準決勝ではクロアチアをリリアン・チュラムの2ゴールで破った。そして1998年7月12日、 スタッド・ドゥ・フランスでの決勝は、ジダンのヘディング・ニュールゴールと、終了間際のエマニュエル・プティのゴールで前回王者、ブラジルに3-0で勝利し、様々なルーツを持つ選手たちが集まった、フランス代表は、自国開催で優勝という責務を果たした。試合後、シャンゼリゼ通りはトリコロールで埋め尽くされ、外旋門には、国民の英雄となった、ジダンの顔が映し出されるなど、熱狂の渦と化した。 こうして様々な批判を交わしたフランスワールドカップ以降時段をはじめとするフランス代表の移民の子孫たちはフランス社会における移民の成功者代弁者として扱われるようになった2002年日韓大会直前のフランス大統領選挙でのルペンの躍進に際して時段が政治的なメッセージを発したことにも関する1998年ワールドカップの優勝後 ジャケのアシスタントのロジェルメールが就任。UEFA 欧州選手権2000の予選枠戦の連続で最終戦で引き分け以下なら本大会出場を逃していたが、その敗退が確定していたアイスランドとのホームゲームを一時は2点リードを追いつかれながら71分の決勝ゴールで3から2で勝利し突破を果たした。ベルギーとオランダで行われた UEFA。 欧州選手権2000本大会に臨む前に日本とハッサン2 0敗で戦い PK 戦で辛くも勝利するなど世界王者でありながら下馬評はそこまで高くなかった。しかしグループリーグ初戦のデンマーク戦で圧倒的な強さをいきなり見せつけ、第2戦ではエウロ1996準決勝で PK 戦の末に敗れたチェコに雪辱を果たし、 第三戦を残して早くもグループリーグ突破をめた。準々決勝では、スペインと対戦し、2から1で勝利。準決勝のポルトガル戦では延長戦で、アベルシャビエルのハンドから得た PK をジダンが決めた。決勝は公敵種イタリア相手に苦しんだが、リードされ、迎えた終了間際、シルバンビルトールのゴールで追いつき、延長戦で、ダビド・トレゼゲのゴールデンゴールで劇的な勝利を飾り、 プラティニを擁した1984年大会以来2度目の欧州王者に輝いた。この大会のチームは1998年と比べてティエリアンリを筆頭として攻撃陣が成長しバランスの良いチームに仕上がっていた。またジダンは大会を通じて素晴らしいパフォーマンスを披露し MVP に輝いた。この欧州選手権の優勝により フランス代表は黄金期を迎えた。デシャンとブランという大黒柱は代表を引退したが、翌2001年3月には日本をスタットドで、フランスにて5の0で破った。2001から2002シーズンに、アンリがプレミアリーグ、トレゼゲがセリエ A、ジブリルシセガリーグアンで得点王に輝くなど98年大会よりも攻撃陣が充実しており、2002フィファワールドカップの 優勝候補筆頭に挙げられていた。しかし日韓ワールドカップ本大会直前の韓国との親善試合で示談が負傷してしまう。そして初戦のセネガル戦は決定機を決められずれから1で落としてしまう。続くウルグアイ戦ではアンリの退場で数的不利となってしまうがスコアレスドローに終わった。 自力でのグループリーグ突破には2点差以上での勝利が必要となったデンマーク戦ではテーピング巻いた時段を起用した。しかし何度も訪れた決定機を決められず0から2で敗れ、1得点も上げられないまま3戦2敗1分で一時リーグ敗退に終わった。前回優勝チームが1勝及び1得点も上げられなかったのは史上初であり、一時リーグ敗退も1966年の イングランド大会におけるブラジル以来であった。また優勝経験国が無得点に終わる初のチームであり、2014年現在でもこの事例が唯一である。要因として挙げられるのは極東の気候を考慮して本大会開幕がシーズン終了後まもない5月31日だこと、選手の固定化、時短不在の影響が大きかったことなどが挙げられる。さらには、 グループリーグ3試合すべてで、シュートがポストやクロスバーに当たるシーンがあった。ワールドカップ後、新監督にジャック・サンティニが就任した。UEFA 欧州選手権2004予選では8戦全勝で突破を果たし、FIFA コンフェデレーションズカップ2003で同大会の連覇を果たした。再び優勝候補、前回を王者として臨んだ UEFA。 欧州選手権2004ポルトガル大会では、初戦のイングランド戦で終了間際の次男の2得点によって、なんとか勝利を収めるなどしたが、クロアチア戦、スイス戦で目線した。調子の上がらないまま準々決勝でこの大会で、優勝したギリシャに敗れ、大番狂わせを演じられてしまった。大会後次男ら主力選手が代表引退を表明。すると新監督、 レーモンド・メネクの不可解な選手選考をはじめとした一貫性のないチーム作りなどでチームは迷走。2006フィ f ファワールドカップヨーロッパ予選突破を危ぶまれたが、ジダンやリリアン・チューラム、クロード・マケレレといった選手が代表に復帰すると安定し本大会出場を決めた。ジダンが大会終了後の現役引退を表明して臨んだドイツワールドカップではグループリーグでスイス、 韓国に引き分けるなど苦戦したものの、ジダンを出場停止で書いた統合戦22の0で勝利し、なんとかグループリーグを突破した。決勝トーナメントでは、ジダンの角を飾ろうと、チームもまとまり、1回戦でスペインに3の1で逆転勝利。準々決勝でこの大会優勝候補筆頭のブラジルを破り、準決勝でも1から0でポルトガルに勝利した。決勝では、 PK 戦の末にイタリアに敗れたが結果よりもジダンの体調が世界中の関心事になってしまった。しかし自身最後の大舞台において大会 MVP に選ばれるパフォーマンスでチームを決勝も導いたことはフランス代表におけるジダンの影響力の大きさと依存度が示されたと言えるだろう。黄金世代が最後の輝きを見せたドイツ大会だが 代表選手の平均年齢は30歳で、大会最年長であ。大会最大の発見とも言われた、フランク・リベリーの活躍などの明るい材料もあったが、次弾の抜ける後のチームをどうするかという問題の解決は、大会後に委ねられることになった。続投したドメネクは、チュラムとマケレレを引き続き招集した。UEFAA ウロ2008予選ではグルジアに連勝。 さらに2006年ワールドカップ決勝で PK 戦の末破れたイタリアにも勝利し、最先の良いスタートを切った。2007年10月17日には、アンリの2得点でリトアニアを撃破。この得点でアンリは、ミシェル・プラキニの持つ代表最多得点記録を更新した。フランスはこの予選 B 組をイタリアに続く2位で終了。本大会ではまたも、イタリアと同組、さらに、 オランダルーマニアがいるという死のグループには流振られた。フランスはバイエルン・ミュンヘンにおいてブンデスリーガ MVP を受賞するなど中心選手に成長したリベリーを中心としてアンリ、チュラムやマケレレといったベテランとサミルナスリア・カム・ベンゼマなど準レギュラーとして定着した期待の若手を織り混ぜたチームでスイス、オーストリアで行われる本大会に臨んだ。しかし 初戦のルーマニア戦を0-0で引き分けると続く、オランダ戦では1968年以降、公式戦における最悪のスコアとなる4から1で敗戦。3戦目のイタリア戦では、早い時間帯でのアビダルの退場。その直後のリベリーの左足首の負傷退場。全治2ヶ月などの不運も重なり、2から0で敗戦。結果グループリーグで大会を去った。 シュラムとマケレレは改めて代表引退を表明した。レイモンドメネク監督は、采配や偏った選手選考を激しく批判されたが、フランスサッカー協会は、クラブフランス2010の監視下に置くという条件付けで、監督続行を指示。南アフリカワールドカップに向けた強化策として、かつてのワールドチャンピオンであったアランボ・ゴシアンを、ドメネクのスタッフに迎え入れた。 2010フィファワールドカップヨーロッパ予選でフランスはルーマニア、セルビア、リトアニア、フェロー諸島、オーストリアで構成される第7グループに振り分けられた。ここではリベリーに加えグルキュフやロリスらの若手を起用、ニコラ・アネルカも代表に定着し個々の能力は世界屈指と言われながらまたも苦戦し何度もドメネクの解任騒動が飛び出た。 結局セルビアに続く2位で予選を終了。この結果、本戦出場に向けて、プレーオフを戦わなければならなくなる。抽選の結果、11月に行われるプレーオフでは、アイルランドと対戦し、アウェーでの第1戦は1から0で勝利するもののホームで、行われた第2戦では、大苦戦。先制点を決められ、合計1から1で延長戦に突入した。その延長戦で、 アンリのアシストからギャラスが得点し、本大会出場をめったが、アンリのトラップが明らかなハンドであったことから、アイルランド側が再試合を求めるなど、多くの物議を醸した。2010年3月、本大会に向けホームのスタッド・ドゥ・フランスで行われた、スペインとの親善試合では、試合中にドメネク解任、コールやダイブウイングが起こるほどの集大で完敗。 監督の求心力低下に加え、リベリーやゴブーラの陰行疑惑、チーム内の人間関係悪化、一体感の無差などが指摘され、プレイ以前の問題を抱えたまま南アフリカ入り、することとなる。本大会グループリーグでは、A 組の開催国の南アフリカ、メキシコ、ウルグアイと比較的恵まれた割り振りとされていたにも、かかわらず、制裁を欠いた内容で初戦のウルグアイ戦をゼロのゼロ。0 で引き分けるメキシコに身のゼロで完敗また、この試合のハーフタイム中にアネルカが監督に暴言を吐いたとして強制帰国を命じられ、これに反発した選手たちがサッカー連盟への抗議として練習をボイコットする件が起こり、チームディレクターが辞任。騒動の収集のため、ニコラ・サルコジ大統領が介入する事態にまで発展するスキャンダルとなった。チームは崩壊状態となり、 グループリーグ最終戦の南アフリカにも敗れ、2敗1分で勝ち点、得点ともに1に終わり、グループリーグ再開で敗退。ドメネクは特に2008年以降常に厳しい批判を浴びせられ、観客動員数が減るなど、史上最も国民に嫌われた代表監督であった。ついにはワールドカップでチームを空中分解させ、フランス代表の権威は失墜してしまった。大会後、 ティエリアンリュが代表引退を発表した。南アフリカ W 杯前、すでにフランスサッカー連盟、海会会はローラン・ブランを公認として招聘することを発表していた。まずブランは南アフリカ大会に選出された代表選手23名を、はじめのうちはメバー入りさせないことを発表した。新生フランス代表は2010年8月11日に、 ノルウェーとの親善試合で再出発するが、この試合は2から1で敗れた。同年9月には UEFA e ウロ2012予選に突入。最終的には、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ルーマニア、ルクセンブルク、アルバニアとの予選を1位通過した。親善試合を含め21戦無敗でポーランドとウクライナで行われた UEFA e ウロ2012に臨んだ。 初戦でイングランドに引き分け、開催国ウクライナに勝利し、記録を23戦無敗とした。しかし、第三戦ですでに敗退が決まっていたスウェーデンに敗れ、一部選手と監督との口論が問題になった。かろうじて準々決勝に進出したがスペインに完敗し、ワールドカップエウロを通して公式大会で初めてスペインに敗れた。イングランド戦後には、 ナスリが記者に暴言を吐くなどの問題もあり、後味の悪い大会となってしまった。ブラン監督は大会後に退任し、後任にはフランス代表を本気のキャプテンであり、オリンピックマルセイの監督を退任したばかりのリディエ・デシャン就任した。ウ陣ンとなった2012年8月のウルグアイとの親善試合はスコアレスで終えた。9月の2014フィーファワールドカップ。 欧州予選でフィンランド、ベラルーシを下しに連勝。最初の正念場となった10月アウェイでのスペイン戦には、終了間際のオリビエ・ジルーのゴールでなんとか引き分けに持ち込んだ。2013年に入り、デシャンは3月のグルジア、スペインとの2連戦に向けて、若手のポール・ポグバとラファエル・バランを招集。2人をスタメンに抜擢した2試合で、グルジアには勝利したものの、 スタッド・ドゥ・フランスで行われたスペインとの天狼さんに0の1で敗北。その後もウルグアイ、ブラジル、ベルギーとの親善試合、アウェーでのグルジアとの W 杯予選で5試合連続、無得点となるなチームは下降戦をたどっていった。その後ベラルーシとフィンランドには勝利したが、結局2大会連続でプレーオフに回った。プレーオフではウクライナと対戦することになったが敵地での 第一戦に2体で敗北。過去第一戦で完封負けを喫したチームが逆転した例がないことやあまりに低調な内容からフランスのメディアや国民は悲観的な見方が多かった。しかし11月19日に行われた第二戦ではスタッド・ドゥ・フランスに詰めかけた大観衆の後押しを受け試合序盤から積極的な試合運びを見せた。 そして前半のうちにサコウとベンゼマのゴールでトータルスコアをタイに戻すことに成功した。後半27分にもフランク・レベリーのシュート性のクロスからサコウが3点目を決め、フランスが2戦合計3-2の逆転駅で 2014FIFA ワールドカップ出場系を獲得した。2014年に入ってもプレーオフの勢いを維持し、3月の親善試合ではオランダを破った。 しかしワールドカップ本大会直前に中心選手、リベリーが腰痛によって戦線離脱してしまう。それでも初戦のホンジュラス戦ではベンゼマの2ゴールとオーオンゴールによって3から0で勝利。シード国スイスもこの2で破るなど2勝1分でグループリーグを突破。決勝トーナメント1回戦ではナイジェリアを下し、準々決勝はドイツとの対戦になったが、 これは1986年メキシコ大会以来の国際大会での対戦であった。マッツ・フンメルスのゴールによって1から0で敗れ、1982年と1986年の雪辱を果たすことはできなかった。1960年大会、1984年大会に、ついで3度目のフランスでの自国開催となった UEFA e u ロ2016において開催国の 特権として予選は免除されたが、2014年9月から2015年10月にかけ予選開催日には、奇数の5チームだったグループ I で試合のないチームと親善試合を行っていた、このグループではフランス戦の結果は順位に反映されなかった。エウロ2016本大会直前に、守備のヨーラファイルバランを怪我で書くことになり、守備面で、 不安を抱えたが、2016年6月10日、スタッド・ド・フランスでの開幕戦ではルーマニアに終了間際のゴール2-1で勝利した。次のアルバニア戦でも終了間際のゴールで2カラ0と勝利し、第3戦を残してベスト16進出を決めた。第3戦のスイス戦は0-0の引き分けで、グループリーグは2勝1分けの勝ち点7、首位で通過した。 ラウンドオブ16ではアイルランドに2の1、準々決勝ではアイスランドに5の2、準決勝ではドイツに2の0で勝利し、ワールドカップの雪辱を果たし2000年大会以来3度目、自国開催としては1984年大会以来の2度目の優勝へと勝ち進んでいった。だが決勝では決定機を決められないまま延長戦までも連れ込み、ポルトガルに先制され1から0で敗れ、 準優勝に終わった。アントワーヌ・グリーズマンが6得点で、大会得点王となった。2018FIFA ワールドカップの予選では、スウェーデン、オランダと同じ組に入り、7勝に分けいっぱ敗の首位で、出場権を獲得。本大会では、オーストラリア、ペルー、デンマークと同じ組となり、初戦のオーストラリアには苦しみながらも2から1で、競り勝ち、続くペルーにも1の0で勝利。 ペルー戦で決勝ゴールを決めたキリアン・エムバペは代表最年少ゴール記録折り変えた19歳183日。デンマークとはスコアレスドローに終わるも2勝1分けの首位でグループリーグを突破。決勝トーナメント1回戦ではアルゼンチンに4の3で点の取り合いを制し、準々決勝ではウルグアイに2の0で快勝、準決勝ではベルギーに1の0ですり勝った。 12年ぶり3度目となる決勝では20年前の自国開催大会の準決勝で戦ったクロアチアと対戦4から2で勝利し20年ぶり2度目のワールドカップ優勝を成し遂げた。この試合の4点目を決めたエムバペは決勝ではブラジルのペレ以来60年ぶり2人目となる10代選手の得点者となった。エムバペは大会ヤングプレイヤー賞を受賞。デシャンは ワールドカップでは、ブラジルのマリオ・ザガロ、ドイツのフランツ・ベッケンバワーに次ぐ、史上3人目となる、選手と監督の両方で優勝を成し遂げた。出場した大会の未表記、2016年7月現在、ディブスタイルイコールフロート、レフトバーティコル、アライン、トップホワイト、スペース、ノープマージンライト、1M。2018年7月20日現在、 2018年7月20日現在、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。